忙しい人のための以下略、ババは高確率レディオ、出走馬17頭1番から、ベステンダンク重賞未勝利かつ8歳では上がり目なしか、レシステンシア調教よく枠的にすんなり逃げられそうだが骨折明けではさすがに無理は禁物か、敬愛ノーテク状態良さそうだが一押しにかける、グランアレグリア高速馬場だと先行馬が止まらず追い込みは不利となる可能性あり、名経大ハード阪神得意だが前走負けすぎ、ラウダシオン叩いて上積みありそうだが右回りの競馬は久々、アドマイマーズ叩き量かかたでグランアレグリアとの対戦成績は2勝1敗と勝ち越し、インディーチャンプ予定していたスプリンターズステークスを使えなかったのは誤算、勝地前走のように気分よく逃げる展開にはならなさそう、ブラックムーン来たらすごい、スカレットから陣営が望む遅い流れにはならないか、アウィルアウェイ距離が不安、体制ビジョン大崩れしないが実績的に勝ち負けまではどうか、サウンドキアラ前走2桁着順とはいえタイム差はさほどない、ペルシアンナイト調教師が弱気、バンドギャルドここ目標に仕上げてきた、サリオス金量差を加味しても前走のパフォーマンスは圧倒的、結論17、7、16の10。